見ていただきありがとうございます。今回は、ビギンさんの恋しくてのエンディングをやりたいと思います。では一度こちらをお聞きください。次はゆっくり弾いてみます。それでは解説したいと思います。解説前に、この曲はこういうサムピックを使って弾いてます。サイズは S サイズ、ちっちゃいです。ちっちゃいのでギュッと締まって、指に跡が残るぐらいのきついのを使ってます。別になくても弾けるんで、どちらでもそれ使っても使わなくても大丈夫なんで、使いたい方は使ってみてください。それでは行きます。まずこの、始めは、4弦の開放がベースになります。でメロディーが、2弦の7フレット、これをスライドさせて、どっからでもいいですから、ここからでもいいですし、ここからでもいいですし、到着したと同時にベースがポンって入ってます。次が1弦の5フレットで、1弦の7フレットと同時にまたベースで、7フレットと同時にベースが鳴ってます。で1弦の5フレット、手はもうこの左手はこの状態でずっとキープしてます。スライドの時からで、次が1弦の7フレットから8フレットに、8フレットにスライドさせて1弦の5フレット、もうゆっくり弾きますと、もう一回いきます。次はベーソンが5弦の開放に移ります。まずは1弦の開放、それから1弦の9フレット、9フレットと同時にベースが鳴ります。でもう一回9フレット鳴らして8、9、12行くと10と同時にベース音が変わるんですけど、ベース音が5弦の9フレット押さえた状態で1弦だけが9フレット、もう一回行くと行きます。それでは、4弦の開放のベースから5弦の開放のベースを続けてゆっくり弾いてみます。次は、ベース音が E に変わりますんで、6弦の開放で3弦の9フレット、
ここまでスライドさせます。でスライドしたと同時に到着とした同時にベースが入ってます。で1弦の9フレットで1弦の7フレットで7フレットと一緒にベースが入ってます。左手はちょっとこの形をキープしておいてください。で小指で、2弦の10フレットで人差し指の、1弦の7フレット、それと同時にベースが入ってます。で小指もこの手をキープしておいてください。でまた1弦の7フレットで、また2弦の10フレット。だからこの手をキープしておけば、このまま右手だけでいけます。で次が2弦の7フレット。でから2弦の9フレット。ゆっくり弾きますと、次 A に行くんですけど、高音はメロディーは A はまたこの音が入るんで、この手はこのまま残しておいてください。ゆっくり弾きますと、次はベース音が A に変わるんで、5弦の開放、先ほどの E のところで残しとったこの薬指2弦の10フレットから始まります。でから2弦の8フレット、ここ行くときにベース音が6弦の9フレットに変わります。でからまた2弦の10フレットでからもう一回2弦の人差し指で押されている8フレットで次 D7 に行きます。人差し指で5フレットバレーしてもらってベース音は5弦になります。で薬指で4弦の7フレット、小指で2弦の7フレットで弾くのは5弦と1、2弦で、次が人差し指がそのままで薬指で、中指で5弦の6フレットで、薬指で2弦の6フレット、さ弾くのは5弦と1、2弦もう一回ゆっくり始めから A からいきますと、で次 A に行きます。で A の押さえ方はF を5フレットまでずらして、で A を弾いてます。人差し指で5弦バレー、中指で3弦6フレット、薬指で5弦の7フレット、小指で4弦の7フレットで弾くのは、まあ、これはもうお好みで、最後の音なんで、最後ちゃうか、もう、親指でベースで他の2本2弦3弦を弾いてます。ですぐ音止めます。でこれが1つフレットが上がって6フレットでまた戻ります。これで終わりです。ゆっくり始めから弾きますと、
長々見ていただいてありがとうございます。次は斉藤和義さんの底なしビューティーっていう曲、底なしビューティーの前奏をやってみたいと思います。前奏を一度お聴きください。次回をお楽しみにしてください。